はい、皆さんこんにちは、ポラリスです。ゴールデンウィークに秋葉原に行った時に近くの神田明神にお参りに行ってきました。ちょっと意味は違うかもしれませんが、今回の光学 CPU とマザーボード無事に稼働してほしいという思いでいただいてきました。こちらで見守っていただきましょう。前回の CPU とマザーボードの開封動画は本当にたくさんの人に見ていただき、温かい言葉や厳しいご意見をたくさんいただきました。いただいたコメントはできる限り今後の動画に反映させていきたいと思いますので、ご意見ご感想がありましたらぜひお寄せいただければと思います。さあ、ここからが本題。まず空冷で Core i9-9900XE とマザーボードのテスト起動を行います。最終的には本格水冷のパソコンに仕上げるのですが、本格水冷のハードパイプでガチガチに固めてしまった後で初期不良発覚となっては大変なことになるからです。このために LGA2066 に対応した空冷ファンを新たに買いました。クーラーマスターの H412R という製品です。今回の動画はテスト稼働が目的なので、この空冷ファンの詳細な紹介はまた別の機会に行いたいと思います。それではいよいよマザーボードに CPU を取り付けていきます。 LGA2066 のソケットにはレバーが2本付いています。開く順番を間違えないような仕組みになっています。この辺はしっかり作り込んである印象です。画面向かって右側のロックレバーを解除してからでないと左側のロックは解除できないようです。左側のレバーを解除してみます。この時点では完全に上までは上がらないようです。次に右側を解除します。若干窮屈でしたが解除できました。右を解除しても左は完全に上までは上がらないようです。最終的にはレバーだけでカバーを持ち上げることはできませんでした。ここは手で持ち上げてあげる必要があるようです。ソケットについている蓋には正常に取り付けるとカバーは自然に外れますと書いてありますので、そのまま取り付けていきましょう。この2066本あるピン1つでも曲がってしまったら終了ですからね。緊張します。何度も方向確認してセットします。最終的にはポトンと落としてしまわないように両手でそっと置きました。あとは慎重にレバーを戻すだけですが、やはり CPU が大きいだけあってそれなりに力が必要な印象です。蓋は自然に取れませんでしたので最終的には手で外しました。次は CPU グリス。最終的には高級品のクマさんグリスを使う予定なのですが、量が少ないし今回はテスト環境なのでいつも使っている DX1 を使用します。このグリスはちょっと固めで少し塗りにくい感じですが、拭き取りはそんなに大変ではありません。少し迷ったのが 9980XE のヒートスプレッダーには穴が開いています。この穴を塞いでしまっていいのか塞いではいけないのかわからなかったので、一応気持ちかわすぐらいの感じで塗ってみました。かなり雑なのは今回はテスト環境なのでご容赦ください。それでは CPU ファンをつけていきます。この LGA2066 はファンをつけるのにバックパネルのようなものは必要なく、ネジ穴が表にあるので取り付けは簡単です。高さ調節用のネジをつけて、あとは CPU ファンをネジ止めしていくだけ。取り付け自体は簡単です。ファンを取り付けて電源をつなげば CPU ファンの取り付けは完了です。次にメモリーを取り付けます。もともとの 16GB4 本で 64GB に同じものを買い足して合計 128GB にします。 DDR4 の 2666MHz で動作するメモリーです。結構狭くて窮屈でしたが、特に問題は起きることなく無事に取り付けすることができました。この Core i9-9900XE には内蔵 GPU がありません。そのため何らかのグラフィックカードを挿す必要があります。今回はテスト環境ということで補助電源の必要のない 1050Ti を使用します。単純に挿すだけですので問題はないでしょう。次に電源を取り付けます。今回はコルセアの HX850i を使用します。これは Core i9-9900K の時に使用していたものです。グラフィックカードを2枚挿さなければこれで十分かなと思ってます。ケーブルをつなぐ箇所は3箇所。ATX24 ピンと CPU の補助電源8ピンが2つです。
さらにキーボード・マウス用の USB トングルと HDMI ケーブルを挿して完成です。さあお待たせしました。いよいよテスト稼働です。電源の供給を開始するとマザーボード上の LED と状態を表示する UKEL が点灯します。やっぱりこの瞬間は緊張しますね。これだけの高額の CPU とマザーボードですからなおさらです。それでは電源オン。緊急事態発生です。電源の方から何か明らかに普通じゃない音がして起動しません。せめて CPU だけでも無事であってくれというのが正直な心境でしょうか。その後電源ボタンを押してみても何の反応もありません。一応再度チェックをし直してグラフィックカードが刺さっていないという初歩的なミスはありましたが、これと起動しないことは別問題のようです。一応 LED と UKEL は点灯したままなので完全に壊れているというわけではないようです。一番疑うのは明らかに異常な音を発した電源でしょうか。というより交換して検証できるものが電源しかありません。早速電源の交換です。昔マイニングをやってたので電源は何個か持っています。用意したのはシルバーストーンの同じ 850W 電源。もう早く結果を知りたい一心なので無駄な演出は行いません。電源オン。無事起動しました。以前 YouTube で超ハイエンドな電源で相性問題というのを見たことはあるのですが、まさか自分自身がこんなことに遭遇するとは思っていませんでした。無事起動したら OS が入っていないので BIOS 画面になりました。まずメモリーの動作速度を確認します。今回使用しているメモリーは 2666MHz で動作するメモリーなのですが、現在は 2400MHz と少し遅い速度で動いています。これを 2666MHz で動作させるためには XPM プロファイルを適用する必要があります。と言っても難しい作業ではなく、 ASUS の BIOS 画面では AI オーバークロックチューナーの項目をオートから XMP に変更するだけです。設定を保存して再起動すると設定が反映されているのが確認できました。今回はメモリーを8枚 128GB も積んでいることもあって慎重に行きます。メモリーチェックを行ってみました。ひたすら待っているのも暇なのでメモリーの温度をチェックしました。メモリーには CPU や GPU のようにセンサーはないので外部に温度センサーをつけて測定するしかありません。今回はサーモカメラでチェックしてみました。メモリーチェック中ですからメモリーの負荷はかなりかかっていると思いますが、43度前後とそこまで神経質になる発熱ではないようです。これがオーバークロックするとどう変わるかは水冷環境が整ったらテストしてみたいと思います。メモリーチェックは約5時間30分で無事終了。エラーもありませんでした。次に Windows をインストールするためにストレージをつけます。当初の予定は M.2 はクライオ M.2 エボに水冷ブロックをつけて水冷をと考えていたのですが、最終的にマザーボードの M.2 スロットを使うことにしました。理由はこの動画の内容とはずれてきますので別の方法でお話しします。それでは以前のパソコンで使用していた 1TB の M.2 SSD をこのマザーボードに移していきます。まずはこのヒートシンクを外します。4箇所のネジ止めですので簡単に外れます。この部分に2つ M.2 スロットがあって、マニュアルによれば上のスロットが CPU 直結、下の方がチップセットにつながっているようです。 CPU 直結の方がなんとなく良さそうなので上の方のスロットに取り付けました。そしてこの空いているスロット、ここを遊ばせておくのはもったいないと思って 500GB の M.2 SSD を追加で購入しました。これは動画編集ソフトのテンポラリー用に使う予定です。早速取り付けていきましょう。映像では分かりにくいと思いますが、ここからは苦労しました。まず下のスロットの M.2 を固定するネジはヒートシンクを固定するネジと共通だったため M.2 を固定することができませんでした。ここから先はもっと複雑になるので図で説明します。マザーボードのスロットに M.2 を挿します。ただしこれはさっきも言ったようにこの M.2 を固定することができません。そこからネジ穴の位置を合わせながらヒートシンクを位置決めしてあげないといけません。
M.2 を抑えながら位置を決めて、 M.2 から手を離した瞬間にサーマルパッドに M.2 がくっついてしまい、そこから動かせなくなります。 M.2 はスロットを支点に固定されているので、その分だけ穴の位置がずれてしまいます。おまけにヒートシンクのこの部分はネジ山が切ってあるので、ヒートシンクとマザーボードが本当にぴったり合ってないとネジが入りません。どうしてこういう仕様になったのか本当に疑問です。そんな感じでかなり苦労しましたが、なんとかネジを止めることができました。さあ、いよいよ Windows のインストールです。ここまで来れば問題も起こることはないでしょう。せっかくクーレーファンを買ったのですから、Windows をインストールしたらどこまでこのファンが CPU の発熱に耐えられるかテストしてみましょう。さあ、インストールが終わって再起動がかかりました。と完全に油断してたらまさかのブルースクリーン。そしてブルースクリーンからの再起動では初めて見るエラーメッセージ。ここから何度再起動しても同じ画面しか出ませんでした。仕方なくもう一度 Windows をインストールしてみます。もうこうなると悪い予感しかしません。そして結果は案の定同じ、ブルースクリーンからのエラー画面。 YouTube の動画的にはすんなりいくより障害にぶち当たる方が面白いのかもしれませんが、このまま Windows がインストールできなければこの CPU とマザーボードにつぎ込んだ大金が無駄になってしまいます。まあ焦っても仕方ないので一旦落ち着いてキャプチャーしてあったブルースクリーンの画面をもう一度見直してみます。 NDIS、 どうやらネットワークカード周りで何かおかしいことになってるようです。ということはこれらを一旦無効にすれば良いのでしょうか。とりあえず今は使う予定のない Wi-Fi と 10GB の有線 LAN を無効にしてもう一度 Windows をインストールしてみます。結果は無事インストールが済みました。いやー本当に良かったです。普通にマザーボードに CPU をつけて Windows をインストールするだけでこんなことになるなんて想像していませんでした。一応 Windows がインストールできたのであれを見てみましょう。18コア36スレッドの CPU の使用率画面です。やっぱりこれだけ並んでるとすごいって感じがしませんか。それではこの CPU をフル回転させてみましょう。 OCCT を使ってやってみます。マザーボードの設定はデフォルトのまま変更はしていません。それではスタートします。一瞬で終わってしまいました。この結果を見ると多少ヒートシンクやファンが大きくなったからといってどうにかなるようなものではないように見えましたが、いかがでしょうか。やはりこの CPU は簡易水冷以上の冷却が必要なようです。次回はいよいよケースに組み込んで水冷配管を設置していきたいと思います。こんな感じで当面このチャンネルは自作 PC の話題を中心にお送りしていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画で。最後までご視聴ありがとうございました。電源オン。